Buongiorno a tutti da Polentoni in Giappone, come state? Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al mio canale YouTube Polentoni in Giappone e agli altri social, sempre Polentoni in Giappone, che sono Facebook e Instagram. Apriamo una nuova rubrica che ho deciso di chiamare Giappone, chi ama Italia. Vedete dal titolo perché l'ho scritta così. Oggi nello specifico, prima puntata, siamo al mio bar e andremo a intervistare un barista giapponese che ama l'Italia. Ha deciso di chiamare il mio bar il bar suo, lo scopriremo perché così. Adesso non rimane che altro che entrare e bere uno dei migliori caffè in Giappone. Rimanete con me. Mi chiamo Satoshi Miyanishi. Io faccio il barista. Italiano, minasan, konnichiwa. Boku wa Nihon de Hiroshima de bar o yatte masu. Barista no Miyanishi Satoshi desu. Yoroshiku onegai shimasu. ミオバールという名前をつけたのは、僕がバリスタの仕事を勉強しているときに、先生にイタリアには、ミオバール、いわゆる僕のバールっていう場所があって、そこがみんなの、行きつけのカフェになってるっていうのを聞いたときに、僕もお店を出したらみんなのミオバールになってもらいたいと思ってミオバールにしたんです。広島で、バールミオバールを始めたきっかけは、イタリアのバールの文化がすごく好きで、みんなの社交場、集いの場所っていうのを広島にも同じ、文化を作りたかった、カルチャーをね。何年前？今できて8年。最初はすごい人が少なかった。エスプレッソはこんだけバー、わからないバーカフェ何でも、ちょっとずつ皆さんにあそこはイタリアのバールだよねって言ってもらえるようになってきたのがつい最近のことです。僕がイタリアが好きなのは、イタリア人の文化がとても気持ちがいいからですね。喜び、あと楽しみ、あと怒りもそうだし、悲しみもそうだけど、全部ストレートに表現するから、とても日本人として気持ちがいい。でも日本人はちょっとこう隠すところがあるから、そこもそこで美しいけど、僕はそのストレートに表現して楽しさを表現するのがとても好きだから、イタリアのことがとても好きになります。この賞状は、ミラノのエスプレッソ、イタリアのチャンピオンというコンクールで、ファイナリストになってもらいました。日本はまだイタリアのエスプレッソっていうのをみんな知らないから、イタリア人にここのカフェは美味しいねって言ってもらえるようなものが広島で出せたらいいなと思って、イタリアのコンクールに出場しました。それがきっかけかな。広島のこの辺りは、音楽の大学があったり、あとカトリックの教会があったりするから、イタリアがすごい好きな人が広島のこの地によく集まります。だから日本人でもイタリアのカルチャー、イタリアがすごい好きな人がうちのお店にたくさん来ます。で、オーダーするのはカプチーノが多いです。で、日本人はまだエスプレッソのマキアートバールっていうのを知らないから、最初に頼みやすいのはカプチーノから入って、そこから慣れた人がエスプレッソを飲んでくれたり、マッキアートを飲んでくれたり、カフェフレットシェケラートを頼んだりする人がちょっとずつ増えてきてるかな。一番最初に初めてイタリアに行った年は、フィレンツェです。でそこでもう感動して、
美しい、で美味しい、で楽しい、でもう僕がすごく好きになって、でそこから、北に行ったのかな、ボローニャに行って、ベネツィアに行って、ブレシアに行って、パドバも行って、でマントーバ、ビセンザ、あの辺りもすごく好きだし、でそこからミラノに行って、去年は、トリノに行って、トリノ素晴らしく綺麗だった。でそれから、ブラに行ってすごく美味しいものを食べて、ジェノバに行って、日本に帰ってきた。僕はイタリアの北部がとても好きです。一番好きなイタリア料理はすごいたくさんあるけど、その中でもとっても感動したのは、ペストジェノベーゼかな、トルフィエも好きだし、リングイネも好きだし、あのペストジェノベーゼは美味しく食べれるところがとても好きです。将来の夢は、日本の人にバールの文化を楽しんでもらうのももちろんだけど、今コロナウイルスで世界中が大変だから、それが何もなくなって、またイタリアの人が広島に来てくれて、僕のお店にイタリアの人がたくさんカフェを楽しんでくれる場所になってくれることが僕の夢かな。イタリアの皆さん、ぜひ日本に来たら東京もいいし、京都もいいし、大阪もいいけど、ぜひ広島にもぜひ来てください。日本酒、酒もあるし、お好み焼きもあるし、牡蠣も美味しいし、で平和公園もあるし、あと宮島も素晴らしく綺麗、そして何よりミオバールの極上のカフェが待ってるから、ぜひうちに来てください。待ってます。セグイテポレントーネインジャポーネ。スプリッツ、いきます。アペロ、もちろん。プロセッコ、mm-hmm. プレーは